はい、よろしくお願いします。今回は中学校国語形容詞丸2をお送りします。で、前回からね形容詞が始まって、これ続きです。前回ので、今回は問題がですね、ここに4問あるんですけど、あと表を埋めるっていう、こう空いてるんでね、まあ、これを全部問題としてやってみてください。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、確認してもらって、ちょっと不安なのがあれば、今からね、全部説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、表の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではね、この表をまずやっていきたいんですが、ポイントが1行だけあるので、そこまず読んでいきますね。で、ポイントは、形容詞。で、今回活用やってるんですけど、形容詞の活用って1種類だけなんです。1種類。で、動詞の時って、上一段活用とか、下一段、五段活用とか、一応いっぱい活用の種類があったでしょ。でも、形容詞は1種類なの。だから、先に言っちゃうと、この表に埋まるやつ、両方とも同じです、全部。1種類しかないから。じゃあね、まずこの表を埋めていきたいんですが、ですね、1種類しかないので、できれば暗記しちゃってください。俺はもう暗記しちゃってるんですけど、で、暗記の仕方が、カロカックイイケレです。俺はね、カロカックイイケレと覚えていて、どういうことかっていうと、まあ、未然、連用、終始、連帯、仮定、命令。この順番は同じ。動詞も形容詞もね。で、未然が、カロです。イカロ。で、次、カックなんですけど、これ3つあって、カってちっちゃいやつがついて、カ、ね。で、クに、ウなんです。3つ。カロカックイ、カロカックです。で、終止形はイがついてて、イ、ケレです。で、命令形丸になってます。これないんです、命令形。形容詞の。だからないんで一応丸にしてあるんですけど、教科書に合わせてね。だから先に答え書いちゃうと、白って方あるじゃん。こっちも同じ。ちょっと待ってね。カロカックイ、ケレです。これが形容詞の表、ね、活用の表になります。で、一応ですね、その続き方、動詞の時もあったでしょ、後ろの続き方、これも覚えてください。で、まず、未然はうです。で、ちょっとね、聞き慣れないと思うんですけど、これ、もともと美しいね。まあ、語感しか書いてないけど、美しいです。で、美しかろうって言います。まあ、美しいだろうみたいなイメージです。言い方、美しかろう。で、美しかった、美しくなる、美しゅうございますというふうになる。で、終始は美しい、後ろないからね。で、美しいもの、美しければです。いいかい？これが続くもので、こっちはもともと白いです。形容詞は白いね。で、その語感が白なので、つくと白かろう、白かった、白くなる、白うございます、白い、白いもの、白ければと。いいかな？これが表。形容詞ね。全部同じです。カロカック、イイケレでいけるからね。で、一つ、ちょっとおまけとして覚えておいてほしいのがあって、このね、学校の先生によってやらない先生もいるらしいんで、まあ、そこちょっと合わせてほしいんですけど、お前消しちゃった。いいよ。ちょっと待ってね。消えてしまった。で、その、うなんですけど、これね、美しくなるじゃないですか。で、ございますも、美しくございますが、うに変化してるんです。くだったものがうにね。で、それを、これを、う音便って言います。音便って前やったね。うが出てきたやつ、う音便。というので、一応言葉を、まあね、ちゃちゃっと覚えておいてもらえるとありがたいです。で、こっちに行く前にですね、一つだけ、これはね、ぜひやってほしいんですけど、今、これ元々の言葉、あえて書いてないです。さっき口で言ったように、これは美しいね、元々。で、これ白いでしょ。で、語感を今回書いたんですが、たまにね、その形容詞、美しいって言葉が書いてあって、それの語感を書きなさいっていうのがテストで出てきたりする。たまにだけど。で、その時に結構形容詞の語感間違える子が出てきてて、なんでかっていうと、今回、美しいの語感って、美しなんだよ。漢字の部分とひらがなの部分が一緒に入ってくる。で、白いは白だけなのね。で、これね、語感をチェックする方法があって、今回あえてポイントに書かなかったんですけど、この言葉を覚えてください。くないです。まあ、くないか、正しくは。で、何かっていうと、
美しいって言葉あるじゃんか。その美しいに苦内をつければいい。で、そうすると、ちょっとあちこち行ってごめんな。ちょっとでかく吐きすぎたな。どうしようか。横にしようか。美しくないってなるでしょ。苦内をつけると、美しいに。美しくないなんです。で、苦内をつけたときに、苦内の前の部分、それが全部五感になります。美しいって。だから、白いも白くないでしょ。白くない。ってなるので、苦内を外すと白が残る。だからそれが五感になります。形容詞の場合はね。あ、もし学校先生がね、出してきそうな雰囲気があったら、それでね、解いてみてください。じゃあ次行きましょう。で、次ね、傍線部。ね、これ線が引いてあるので、それ形容詞です。今4つ。で、それの活用形。つまり、未然、連用、終始、連帯、過程。だね。で、命令はないので、それのどれかというのをやっていきます。で、まず一つ目が、彼に会えて嬉しい。これ、嬉しいが形容詞ね。で、これはもう、いで終わってます。いで終わってるのは、一応、終始か連帯、どっちかです。でしょ？でも、文の最後、言い切ってます、もう。だから、文の最後で言い切ってるので、もう終止形です、それは。ね、これは終止形になります。で、同じ嬉しいなんだよね。嬉しい結果だったと。で、さっきも言ったように、いで終わってるので、終止か連帯のどっちかなんです。で、今回は、嬉しい結果なんだよね。この嬉しいが、結果にかかってる。就職してるからね。で、結果っていうのは体現になるので、まあね、だから連帯形です。まあ、いで終わってる時点でね、もう選択肢が2個になってるから、まあそこで判断するといいと思います。で、次。昨日はとても寒かった。で、これ、形容詞、もし線引くって言われたら、たは抜くんだよ。寒かまでが形容詞になります。で、さっきも言ったように、かろかくいいけれです。かがあります、ここに。だからもうそれを判断ね、見た瞬間に、あ、かがあるから、連用形で OK です。で、最後は、寒ければ上着を着なさい。寒ければ、これば抜くからね。寒けれ、ここまでが形容詞で、けれはあったね。けれがあるので、それを見て、仮定形と。いいかな？まあ、こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。では、今回は中学校国語、形容詞丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、形容詞はこれで終了です。で、次が形容動詞に行きますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。